そんなに無理して来なくてもいいのに。皆様、いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題は、お隣が言う天皇陛下即位式が関係改善のチャンスってについてです。最近では日本からも同様の式典には行かないようにしてるのに、来て一体何をするっていうんでしょうか。後半の解説でも思わず力が入ってしまいましたが、まずは朝鮮日報日本語版の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。イナクヨン首相が鳴人天皇の即位式即位礼正殿の儀に出席するため、韓国政府代表の資格で日本を訪問する。安倍晋三首相とは別途の2者会談を推進する予定だという。会談が実現すれば、韓日関係が冷え込むきっかけとなった昨年の戊戌公賠償判決から1年を経て、両国の最高位級の対話が行われることになる。両国関係は、日本の輸出管理強化、韓国の軍事情報包括保護協定、ジーソミア破棄宣言へと悪化の一途をたどってきた。裁判所が予定通り、戊戌公賠償に関わった日本企業の差し押さえ資産現金化を年内に決定すれば、両国関係は抜け出すのが困難な泥沼にはまることになる。ジーソミアも11月下旬に終了が最終確定する。激動する北東アジア情勢で、韓米日の共助に亀裂が入ることで、まかり間違えば韓国だけが孤立することになるかもしれないという懸念は大きい。両国の感情の溝が深まり、互いの国を訪れる観光客が急減するなど、双方とも被害が大きくなっている。天皇即位式はもつれた韓日関係を解くきっかけになる可能性がある。韓国政府も最も重要なポイントだというなど期待を見せてきた。30年ぶりに行われる国家的慶事を前に、日本もお祝いムードが高まっているという。知日派と言われるイナクヨン首相が出席することで、関係改善の意思を自然な形で示すサインになるかもしれない。確執の根源である戊戌公賠償判決の解決策に対し、依然として韓日の見解に違いがあるため楽観するのは早い。安倍首相は韓日関係を元に戻すきっかけを韓国が先に作れと言っているし、韓国政府も日本がまず変化することを求めている。ムン・ジェイン大統領が自ら訪日していない点を挙げて、大きな期待をするのは難しいという見方もある。韓日両国は地政学的な宿命により関わりを持ち、自由民主主義の価値を共有する隣国だ。関係回復が遅れれば、両国とも敗者になる可能性がある。両国は正常でない状況から一日も早く抜け出さなければならないとの内容です。この内容を見る限りでは、やはりどう見ても関係が改善することなんかありえませんよね。ひとまず歴史関係は置いといたとして、直近のいざこざから時系列で並べてみると、北との秘め事を隠すためだけに自衛隊機へレーダー照射して日本が悪いと言ってる。仕事がなかったあちらの半島で、もともと自主的な応募から始まった戊戌公や高給取りの女性問題も、もうこれで丸く収まったと言っておきながら、約束を破ってまた同じゆすりたかりの繰り返し。なぜ輸出管理強化をするに至ったかも、肝心な行き先不明のフッ化水素について納得いく説明をすることもなく、仕返しに逆ホワイト国解除やジーソミアの破棄、この状態でなおかつ日本から謝れと言ってるんですから。私自身も4年前ぐらいにこのような情報発信するまでは、過去の歴史関係なんかもほとんど知らず、むしろどっちかといえば韓国は好きな方でした。しかし情報発信するにあたっていろいろと調べていくうちに、次々とありえない事実を知ってきて今に至っています。私の知り合いにもあちらの方はいて、その人が切れたところをまだ見たことがないので分かりませんが、問題は切羽詰まった時に人として、また日本人から見てありえないことをするケースが多いということなんです。
私と同じように、今まではお隣に対してそんなに否定的じゃなかった人たちも、近年の言いがかりの連発から嫌いになった人もかなりいると思います。なので、私はこれからもそんな方々の代弁者でいられたらと思いますね。以上、今回は堅苦しくてごめんなさいね。